はい、先ほど、海の端にいましたけれども、そこから千枚田の方向かってきたんですけど、ちょっと面白そうなとこがあったので寄り道してます。今ここ塩の駅っていうところで体験塩田っていうのがあるらしいです。まあちょっと時間がないのであれですけど、ちょっとお邪魔したいと思います。こんな感じで塩作りされとるみたいですね。大正初期に穴水町中井で製造された釜です。大型の助さんにより塩釜として使用されて、現在も使っておられると。あ、保管されとると。すごいな。まあ、こんな感じで塩田はやられとるみたいです。一応こちらが、釜屋っていうところで、ここで仕上げをされるみたいです。いやー、すごいな。ちょっと出たら一面が海ですね。くわ、あ、これすごい。塩、こんな感じでやっとるんですかね。すげえ。いやー、でもここにいたら余計に塩の香りがしますよ。いやー、すごい。綺麗。これ GoPro だから見れるかな。あの辺に、島が見えるんですよ。見えないかな。一応あれが多分、舳倉島になると思うんですよね。舳倉島もいいところってよう聞くんで、一回は行ってみたいなと思うんですけど、なかなか遠すぎて。同じ石川県内でも行ったことあるっていう人は結構少ないと思いますよ。いやー、この音ずっと聞いていたいですね。多分ですけど、今からあっちに向かうんで、あの辺が棚田があるんじゃないかなと勝手に想像してます。いやー、棚田に行くのも僕初めてなんで、めちゃめちゃ楽しみです。ここはぶらりのとおもてなしスポットです。あ、すいません、いただきます。おはようございます。おもてなしでいただきました。美味しそう。塩ソフト食べます。塩ソフト。塩の種類が焼き塩とかいっぱいありますよ。こんな感じでやってらっしゃるみたいですね。女の人もこうやってやられるんですね。これよく見ますよね。こうやって水をピュッてかけて、海水かな、かけて、で天日干し。輪島サイダーってことですか。はーい。あ、すいません、ありがとうございます。はい。お塩かけていただきます。はーい。まずこちら焼き塩ですね。はい。そして一味唐辛子のお塩、そしてきな粉塩、3種類ございますので、自分の好きなのかけてください。あ、はーい、ありがとうございます。最初焼き塩をかけてみました。いただきます。塩だ。うまっ。じゃあ次はこれ、きな粉の塩をかけてみました。いただきます。
焼き塩がうまいな。焼き塩をまたかけちゃいました。いや、この景色を見ながらのソフトクリームなかなか格別ですよ。はい、そしたら今回の目的地やっと着きました。こちらは千枚田の道の駅になります。で、あちらですね。すごいな、こんな崖の場所にあるんですね。白米千枚田、すげえ、すげえ。教科書でよく見た景色がこれですね。わ、高低差がすごい。思った以上に高低差がすごい。絶対とは限らない。もうすげえ。いやー、すげーしか言えないですね。これ名前の通り、こう1枚2枚3枚っていうのが1000個あるから1000枚だ。で、一応ここ以外にも道路の上にも田んぼはあります。で、なんか教科書で見たんですけど、この1000枚だは農機具が入らないんで全部手作業でやってるということですね。いや、生で見たけどなんか思ったよりもちっちゃいんですね、一個一個の田んぼが。そりゃ機械が入らんというか、あれで1枚2枚3枚って数えちゃっていいのって思っちゃいますね。いやー、いや、でも風が気持ちいいですよ、ここ。いやー、いいっすね。はい、めちゃめちゃ綺麗です。インスタ映えですかね、これ。サムネイルっすで、今やっぱこのまん延防止期間中になるんで、石川県が観光バスが一切来てないっすね。ただまあ県外ナンバーはめちゃくちゃ多いっすね。まあ全然それは仕方がないことやと思います。ちょうど夏休みですしね。いやー、でもこれはね、このコントラストは非常に素晴らしいですよ。いやー、すごい。これ降りたいけど、えらい歩くやろうなーって感じですよ。あの辺まで行きたいけど、けどまあ今日はやめときましょう。次回のお楽しみにします。これビルの高さで言うと10階ぐらいから下見てるような感じじゃないですか。これ今千枚田の道の駅の裏手にいるんですけれども、こっちもこっちですごい綺麗です。すごい神秘的な綺麗さがありますね。いや、この木もすごい高さ誇ってますよ。くわ、まださらに上が登れるみたいですよ。おお、いやー、なんかちょっと丸くなってないですか。地球は丸いって感じですよ。いやー、素晴らしい。来てよかったです。同じ石川県でこんだけ見るポイントが多いと県内旅行もバカンできるんですよ。すごい、これもビュースポットですよ。石川県だけじゃないですけど、やっぱ県内でなかなか行かない場所っていっぱいあると思うんですよね。各々が住んでらっしゃるところ、そういうところをこの夏に
もう一回見返しするととても有意義な夏になるかもしれません。あ、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。塩むすび棚田米おにぎり、早速いただいてみたいと思います。いただきます。うまお塩が優しい、いい味してます。いやー、くまモンまで来てますよいやー、すけしがめちゃめちゃいっぱいあります。富永愛さん、グッサン、みずきちばさん、小泉進次郎さん、政治家の人も結構来られてて、まあ、今の天皇陛下も来られてます。棚田米のおにぎり食べてきました。めちゃめちゃ美味しかったです。これで能登の旅終了していきたいと思います。まあ、あとは帰路に帰りながら夕日がいい感じにもしかしたら見れるかもしれないので、また千里浜行ければいいかなと思ってます。じゃあまた吐き飛ばし。はい、今また千里浜に来ました。ここをずっとまっすぐ、走ってきまして、夕日を本当は撮りたかったんですけど、日が沈むのが夜7時らしいんですよ。だから今回はちょっと諦めました。はい、いやー、いいっすね。能登の旅どうでしたか皆さん。ぜひ皆さんも能登の旅行ってみてください。今回は牛津、小木、あとはイカの駅、時国家、千枚田、あと途中で塩の駅とかいろいろ寄り道しております。はい、いやー、結構長旅になりましたけれども、とってもいい絵がたくさん撮れたと思います。なのでぜひまたこういう、今ね、県内旅行しかできませんので、県内旅行こうやってしていきたいなと思います。この動画がいいなと思ったら、いいね、グッドボタンどうぞよろしくお願いします。でチャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあ日本海の夕焼け背にして、バーイ。